皆さんこんにちは。日本共産党の志位和夫です。熱い連帯の挨拶を送ります。岸田政権が持とうという敵基地攻撃能力とはどういうものでしょうか。今導入が予定されている長射程のミサイルは射程1600キロのトマホークミサイル、射程2000キロから3000キロの極超音速兵器など、沖縄に配備されたら中国がすっぽり射程圏内に入ってしまう、ずらりと並んでおります。皆さん、この一体どこが専守防衛でしょうか。9条も専守防衛も金繰りして日本を他国の領土を攻撃する戦争国家に変える、これが正体ではないでしょうか。何のためにこんな物騒な兵器を持つのか。米国主導の統合防空ミサイル防衛 IAMD ミサイル防衛と敵地攻撃を一体に進めるシステムに参加するためです。恐ろしいことに、米国の IMD の基本原則には先制攻撃という原則が書いてあります。そうなりますと、日本に対する武力攻撃がなくても、アメリカが先制攻撃を始めば、その時に米軍と一体になった自衛隊が敵基地攻撃能力を使って相手国に攻め込むということになります。その結果は報復攻撃による国土の焦土化です。現に全国300の自衛隊の施設が核戦争にも耐えられるように地下のシェルターを掘る計画が進められているのではありませんか。ですから皆さん、日本を守るためと言ってますが、嘘ですよ、大嘘ですよ。そうじゃなくて、日本に戦火を呼び込み国土を戦場にしてしまう、こんな恐ろしい計画はみんなで力を合わせて断固止めようではありませんか。こんな道が暮らしを用意するんでしょうか。今国会では5年間で43兆円の軍事費を捻出するための軍拡財源確保法案が大問題になっております。でたらめな内容です。復興特別所得税の半分を軍事費に流用しまして、期間を延長する軍拡増税、詐欺回りのやり方ではないでしょうか。防衛強化資金という特別の枠組みを作って、医療や年金のための積み立て金を取り崩して、そこに当てようという、75歳以上の高齢者の医療費を担う人は一体誰ですか。年金を下げたのは一体誰ですか。そういうことをやっておいて、医療や年金のための金を軍事的に利用する、絶対に許すわけにはまいりません。私の大会、平和も暮らしも壊す岸田政権の大軍拡ストップ、この一点で立場の違いを超えて大同団結して、この憲法記念日を出発点にして国民的大運動を起こそうではありませんか。皆さん、戦争になったらどうするんだ、こういう議論がありますが、私は戦争を絶対に起こさない、そのための外交にありとあらゆる知恵と力を尽くすのが政治の責任だと考えるものです。ASEAN と協力して東アジアを戦争の心配のない地域にするために、ご一緒に力を合わせようじゃないですか。日中関係も互いに脅威にならない、この合意が2008年にあるんですから、これを日中双方が守って、平和と協力の関係を作っていく外交が必要ではないでしょうか。皆さん、戦争の準備ではなく、平和の準備を、このために力を合わせてまいりましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。